皆さんはこのヘルプマークご存知でしょうか。困っている方と支援できる方とを結ぶ大切なマークなんです。前原龍二の前向きチャンネル。ヘルプマークについて教えてください。はい、ヘルプマークは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見から援助等が必要なことがわからない方々が周りの人に支援が必要であることを知らせ、障害等の特性に応じた支援を受けやすくするためのマークです。現在県ではヘルプカードを配布しています。ヘルプカードは事前に配慮してほしいことや手伝ってもらいたいことを記入し、支援が必要な時に提示して利用するものです。さらに来月からはこのストラップ型のヘルプマークの配布も開始します。じゃあカバンなどにつけられるので、より分かりやすくなって安心して生活できるようになりますね。はい、ヘルプマークをつけている人が困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をしていただきたいと思います。障害などで困っている人と支援できる人をつなぐヘルプマーク、利用している日本リウマチ友の会黒木さんにお話を伺いました。ヘルプマークをつけていてよかったなと思った経験ってありますか？はい、私は、東京の地下鉄でこのヘルプマークいただいたんですけど、さっと席を譲ってもらえるっていうのがありがたいですね。まあ、杖をついて歩いていますけれども、なかなか譲っていただけなかったので、このヘルプマークの存在は偉大だなと思います。まあ、なかなか自分から譲ってくださいって言いづらい部分もありますよね。そうですね。ヘルプマークを見かけたら電車やバスの中で席を譲る、駅や商業施設などで声をかけるなどの配慮、また災害時は安全に避難するための支援を行いましょう。まあ、一人でも多くの方にこのヘルプマークを知っていただいて、まあ、このヘルプマークをつけていらっしゃる方が困っている時にお声をかけていただきたいなと思います。これが一番のこのヘルプマークの効果ですので、ぜひよろしくお願いいたします。ヘルプカードとストラップ型ヘルプマークは、市町村役場、県地域振興局、市長、事務所、ハートピア鹿児島、県庁障害者支援室で配布しています。また郵送による配布も可能です。詳しくは県障害者支援室までお問い合わせください。前原龍二のどんどん前向き宣言。支援を必要とする人と支援できる人をつなぐヘルプマーク、見かけたら思いやりのある前向きな行動をとっていきたいです。県では営業時間短縮の要請に応じていただいた対象区域の飲食店の皆様へ協力金を支給します。申請期限は要請期間ごとに異なりますのでご注意ください。申請書類は県ホームページや対象区域の県地域振興局、市長、市役所、町役場、商工団体などで入手し、簡易書き留めかレターパックで申請窓口にお送りください。詳しくは県のホームページをご確認ください。